ちゃめちゃ、これはこれはですね、ホイコーロー風焼きそばです。ホイコーロー風なのでしたよね。でしたよね。違います。え、黄色い麺を茶色にしたかったじゃないですか。その通りです。ホイコーロー風なの。一応ホイコーロー風ともで作ったんですけどね。漬物のようになってくるキャベツが。ホイコーローとこんなんだった。風です。風なの。でも美味しそうだね。ちょっとあのお好みでファージョン粉かけて食べてもらえば美味しいかもしれない。お好みでね、はい、いただきね。まあお好みなんで強制ではないんだ。浅漬け風じゃなくて食感が鍋の中で漬物が出来上がりました。食感が漬物になってるよ。うん、あの黄色いやつがこんな茶色くなるんだね。混ぜるの大変でしたけど、味うまい。うん、あ、これはうまいわ。